どうも、勝でございます。今日はですね、ようやく第2回ウームキャンプ、ウームキャンプに行っていいのかな、ウームキャンプ、まあ男だけのキャンプ大会でございます。ほんでメンバーはカズさん、コミティン、そしてマグギーの3人でございますね。いいですね、男臭いですね。ほんでね、遅刻です。今日はね、岐阜にあるコストコ集合になってるんですけども、遅刻でございます。で、今回はね、なんかコミティンがいろいろ用意してるみたいなんだけども、まあ、ここいろいろ難しいよね。題材的に、まあ、宿泊場所を3箇所用意するか、1箇所でギュッとやるか、またこれ行ってからおいおい検討しようと思うんだけども、みんながね、いい感じに伸びるように作っていくのがね、やっぱそこがちょっと YouTuber っぽいってことこ。というわけで、今日はね、今回のキャンプに持っていくもの行ってみましょう。いや、まずはですね、コストコ集合ということで、コストコのバッグをこれね、2つ重ねて入れておきます。やっぱ収納はね、小さいより大きい方がいい。ほんで使いやすさを考慮して、中にね、こういった固形のやつ、固形の箱を入れておくとね、使い勝手がまたね良くなるんですよ。カチッとなってね。ほんで他にはですね、照明大切ってことで、チェチェチェチャーン、まず卵の可愛いやつ、あんま強くないんだけど、なんか雰囲気出すのにいいかなと思って。ほんでこれ先日買った、なんか本当はペーパーを入れるやつなんだけど、ペーパー入んなかったのちょっとな、小さかったからさ、コストコのやつが入らなかったかな。ほんでまあこんな感じでね、これ照明入れとして、あ、結構いいサイズじゃんこれはい、こんな感じで照明まとまりました。ほんで他にね、照明を固定するのにさ、こういったテープあるとよりいい感じかなと思って、これも持っていこうと思う。さあ、ほんで今回コミティン段取りだから、まあ詳細はよくわかんないけど、でも念のためにね、いろいろグッズを持ってきた。まずは熱いもの困るというか、軍手みたいなもの。ほんでこれスープ系入れれる容器。ほんで一応ね、火つけるための熱いやつ、炭火あるかどうかわかんないけどね。ほんでプレート、これ前の残りだね。ほんでトングとか、ほんでなんかプチキャンプファイヤー用のやつも持ってきたけど、まあできないだろうなこれは、念のため持ってくって感じ。ほんであとこういうものはね、だいたいこういう風にワンセットで入れれると最高で。ほんでこれね、この蓋を閉めれるようなやつにしております。っていうのが、 なんか生ゴミとか出た時にさ、こん中封印すれば匂い出てこないじゃんそれだけ。さあ、そんで次がね、最も悩んだんだけども、ここら辺でございます。今回使うかどうかわかんないんだけども、こちら、これフライテントというもの、まだ1回しか使ったことございません。ほんでこれがペグとかが入ってるやつね、こういうやつ、これをぐさーって地面に刺すやつね。はい、いや、こういう容器で分けとくと楽かなと思ってさ、ただ結構箱がでかいっていうのがまあデメリット。なんで一応ね、テントも持ってきた。マグニーがね、雰囲気なんか車借りてくるみたいだから、タイトル的になんかこの前車中泊してないからさ、レンタカー借りてきたやつで車中泊みたいな作りたいのかな。だったらコミティンも今テント持ってきてるから、そこで2人で寝るより3人の寝る場所を作って、それぞれで見てみてくださいみたいな持ってく感じ。ほんで今回ね、一人の可能性高いからいいんだけど、ツーリングドーム LX 久々だねこれ。組み立てれるかどうかわかんないし、材料がよくわかんない。ほんでここからフォローになってくるんだけども、寝袋はコミティンが持ってきる、それ使う予定。ほんで寝袋の下にね、こういったシートを貼るんですよ、ちょっと柔らかいやつ。でももしかするとティーンさんそれ忘れてる可能性もあるかなと思って、僕もう一個あったのどっか行っちゃったからさ、一応これが、自立式っていうか、これね、簡易ベッドなんですよ。その上に寝袋を敷いて寝ても寝れるから、これ結構寝心地いいのよね。だからもしティンさんが持ってきてなかったら、これをね貸してあげるか、これを貸してあげるか、どっちかしようかと思っております。ほんでテント買ってきたのはいいけど、実はね下にグラウンドシートってなんか貼るんだよね。でそれももしかするとティンさんを忘れてる可能性もあるから、一応予備でこれもう一個持ってきました。俺忘れたんだよな。でもティンさん頭いいから、そこら辺グッて来てる可能性はあるかも。あとは、まあ、結構寒いので、釣りおかが来てるよくね、ポッカポカのやつ1個。ほんで、着替えでしょう。ほんでスリッパ、あとはね、鉄鍋とかも一応持っていこうかなと思って。ほんであとはこの中の方にはスプレーとかハサミとか、以上でございます。まあとりあえずこんだけ装備あればなんとかなると思うんだけども、中盤にとって大切なのが、撮影機材ね、撮影機材がね、じゃじゃーん、これ貼り付けれるやつ。さあ、貼り付けれる場所机ぐらいしかないかもしれないけど、ここ、これスマホ挟めるやつだけども、
これね、なんとよ、こうすれば GoPro も挟めちゃうからさこれ便利じゃない、これ GoPro 挟めてるんだよ。あとはね、旅行用の三脚、これ1キロちょいぐらいしかないからすっげー軽いの。なかなか撮影が大変になるからね、こういうの1個持っておくといい。まああとは車の中にちょろちょろ入ってるから、まあ、とりあえず、まあ、遅刻は確実なので行ってみましょう。あ、あとねマイクに関してなんだけども、カメラマイクね、まあ今はこういうモフモフのやつついてると思うんだよ、上に。でも僕旅行の時めんどくさくなっちゃうから、もうガチ仕事じゃない限りね、もうこういう小さいの、うん、これで風切り音とかもねかなり低減できるから。ただこれちょっと遠い人が、あの声小さい人だとちょっと声の集音が難しいんだけども、みんなね今回声量あるから、あの何の問題もない、みんな声張りたがるからねよし行こう。あとなんとなくかっこいい絵を撮りたいから、コーヒーグリグリ熱楽しみだな。あと最後にこのバーナーも持っていきましょう。よし、レッツラゴー、にゃーと。さあというわけで乗り込んだぞ。超雑な置き方してるけど、ほんと収容能力だけはピカイチ。ほんで今回ね、外で何かやりたいとは、一応タープ的なもん持ってきた。これ弟に借りたんだけど、材料が今回不足してる可能性があるから、それだけはすごい心配。あ、ほんで、一応、ソファーとかも持ってきております。まあ、机とかもね。まあ、ちょっとずつこんな感じで装備を整えていきましょう。やっぱ、キャンプ何回か定期的にやらないと覚えれない。さあ、というわけで、レッツラゴー。はい、というわけで、今行ってるとこなんですけども、あの、めっちゃ雨めっちゃ雨、雨の中のテントとかやだ。いやでもそれやるわやるわで、スキルがね上がりそうな気はせんでもないけどね。まあそれも含めてキャンプでございますね。はい、わかりました。幸い橋斜め左方向 OK でございます。まあというわけで行きましょう。まあ雨降ってたらお客さんも少ないからちょうどいいよな。南城サービスエリア、ここだけが福井で唯一高速でね、あのスタバのあるとこ、ちょっとうまうましてくる。よいしょ。これなんかクリスマスカラーのやつ買ってきた。ピスタチオ釣りだってさ。ピスタチオってどんな味なんだろう。うまっ。いや、たまにはカロリー摂取した方がいいよね。すっげー優しい味、カロリー低そう。優しくて味が、やべやべ、行かないと行かないと。よいしょ。あ、ポコネチは、ポコネチは、ポコネチはでございます。いや、母さん珍しく遅刻よ、遅刻、ね、遅刻40何分ね。全然大丈夫です、ね、たくさん寝れましたね、その分。あ、よかったやっぱいろいろね、機材が必要だなっていうのがよく分かってね。あ、うん、そう、もりもりできました。念のための念を入れて、ほんで、はい、初めての岐阜コストコ。はい、岐阜唯一の岐阜羽島店ですね。すごい、はい、高速降りて一瞬だった。そうなんですよ。外に駐車場あるんだね。そうです、立中ないですね、こっちは。なるほどな。なちょっといろいろ買いに行っていきましょう、はい、行ってきましょう。よし買いも終わった。ほとんど買ってないような気がする。あの3人でバーベキューするにはお肉の量が多すぎた。少し買ったけどね。ほんで、ちょっと1個だけ多かった。インナーバッグみたいなの。これ多分便利だと思うんだ。まあ、結構なバッグコレクターだからね。ほんで安定のね。おーえー。これとこれで180円。超買い得。うまい。一番のびっくりは、この岐阜のコストコ、普段行ってる石川のコストコの5倍ぐらいお客さんいる。すーごい人。食いできねえかなって思ってたけど、これできねえわ。絶対金沢ある人少ないからね。ほんで、いやもうガソリンはね、ここ来るだけで半分ぐらいになっちゃった。この N 版決して燃費は良くないんだよね。リッター13ぐらいかな。ほんなら、レッツラゴー。まぶしい。はい、というわけで、あともう15分20分ぐらいで到着でございます。ほんで今回はね、バーベキューグリルちょっと忘れちゃったのがあったので、無理やりできたらいいなと思って、バーベキューをあの木炭だけ売ってるとこあったから木炭だけ入手してきました。あとは組み合わせで何とかねやってやろうっていう魂胆でございます。ただね、もうこの日差し見てわかるように、
もう日の入りですね。時間で、あと30分で日の入りなので多分カメラ撮影ができる範囲が日の入りしてから30分ぐらいまでがちょっとしんどいところだと思いますけども、まあなんとかやっていきましょう。まあトラブルがいっぱいあるからね、キャンプは楽しいんですよ。ふぅ、着いた。さあ今から多分日ほんと暗くなるまで40分、急ぐぞ。よいしょ。はあ、着きました。あ、他にもされてる方いますね。はい、というわけで、はい、今ここで僕はもうピッて止めますけども、まあ他の皆さんもねいろいろやってますのでぜひチェックしてみてください、はい、概要欄にリンク貼り付けておきます。とりあえず今からねもうテント張ったりいる忙しいですからね。忙しいので、はい、頑張っていきましょう。ではブーイ